ごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツの新作抹茶桜ドーナツを食べたいと思います。見た目はこれまで発売されていたものとアレンジなんですけど、今年は抹茶と桜が一つになってるんですね。緑とピンク、どちらも春を感じさせるんですね。で、これを食べに来たんですけど、なんか商品ケース見たら、なんかここ公式サイトに書かれてないドーナツもいろいろあったので、ついでにそれらも買ってみました。これらも食べていきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちら、多分わらび餅ドーナツか何かですね。ではいただきます。あまりにも神が多いダイジェストにしました。そして商品紹介の方がいいか、この方がいいかお知らせいただけると嬉しいです。まあ会社の方が美味しいドーナツも美味しいけど、まず最初に食べたわらび餅桜とわらび餅桜の宇治抹茶ホイップ、それぞれはどちらも桜の塩気と宇治抹茶の味を感じることができました。あまり違いが分からなかったですね。あんなのか生地に入っているのかの違いだと思うのですが、まあ、同じだけ感じられれば感じられますし、よく言えばあんは、まあ、よく言えばそうなんですが、悪く言うとあんがちょっと存在感がないかなと思いました。で、こちらに書いてあるもちっとドーナツ、桜の花びらに桜をイメージしたような形ですね。これは以前食べたもののアレンジ版なのですが、なんか抹茶の上にあられが乗っていて食感の変化があったり、中から抹茶クリームが感じられたし、おいしかったです。この桜あん風がなんか上のグレーズが本当にあの大福とかの中に入っている桜風の味になっていて、ちょっと和の雰囲気も楽しむのができて、これが一番美味しかったです。なので桜ドーナツというのが、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。なんか食べてる途中に気づいたんですけど、右下の方にこんな風に4月9日に第2弾が出るということなので、これも楽しみですね。ではこれを楽しみにしつつ、まず今回の評論、今回さらに他のものもね、ソーセージエッグパイはサクッとしたパイの中から卵のサラダの甘さとソーセージの塩気がしっかり出ていて、ちょっと甘いものがついた後に口の中を変えたいなという時にちょうど良かったです。で、フランポワーズリングとフレークチョコリングは、最近生地が変わったみたいで、生地がよりふんわりとしてるということなんですね。ただあまり違いが分からなかったですね。まあ、以前と食べ比べたわけではないのではっきりとは言えませんが、ね、フランポワーズリングは甘酸っぱくて美味しかったですが、チョコフレークはちょっとチョコレートが甘くて生地も甘いので、甘いで甘いの二重層になってしまって、ちょっとしつこかったかなっていう気がしましたね。生地が甘いのですから、チョコレートはちょっと苦めの方が良かった気がします。そしてヘーゼル&ココナッツファッションと塩キャラメルファッションなんですけど、これはちょっとクリームが乗っているんですけど、そのクリームのせいで上の方に当てるクランチのザクザク感が若干なくなってしまっているのが残念でしたね。だから見た目からするとザクザク食感美味しいのかなと思ったんですけど、食べてみるとちょっとガクッときてしまうというか、そういう部分があったので、クリームにするにも生地に練り込んだ方が良かったのではと思ってしまいました。ちょっとそこが残念でしたね。というわけで、これはソーセージエッグパイを代表でこちらの点数とさせていただきます。では第2弾も楽しみにしつつ、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、無事に第2弾の動画が撮影できると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録